みだと入れませんみたいなとかあるんですよ。男性一人でも男性4人とかでも入っちゃダメなの。女性がいないと入れないみたいなプリクラね。でもないんじゃない、スイパラは。まあ確かにね、あの私もまだ一人スイパラはないな。メンバーと行ったり親と行ったり、あんちゃんとね、あの千早ちゃんと行った気がするな。広島は表紙がセクシーで買えず、大丈夫、ネットで買うと家に届くじゃろ。そう、みんなみんなあの息をする心メンバーの考案メニュー、お楽しみに。でもね、めっちゃ好きなんですよスイパラ私。そう、イコラブコラボの時に行った広島、あのねスイパラ好きなんですよ。カレーが美味しいんですスイパラのカレーめっちゃ好きなんです私。なんかあんまりスパイスが効いてるカレーが得意じゃないんですけど、スイパラのカレーはね甘いんですよ。パスタもある、パスタも美味しい。スイーツはもちろん美味しいし、いろんな種類があるけど、そう、ご飯物も美味しいという、すごいよね。スイーツも好き。そうだからもうさ、甘い甘いしょっぱい甘いしょっぱいがさ無限にいけるよっていう方とかいらっしゃるじゃないですか。とかもうぴったりよな、制限時間内で、ね、止まらないよね。カレーがおかわり自由と聞いたのですが本当ですか本当です、なんといつでもおかわり自由、おかわりおかわり OK というかさ、こう、ね、その言ってるやつはコラボメニューとかじゃないから、あの通常に置いてあるものだから。でも広島しか行ったことないけん、広島の常識しかわからんけど、県外のスイパラの常識はちょっとわかんない。広島20日間のうち何回行けるかな。うわぁ、何回も行ってくれるの嬉しいやん。ケーキをカレーにかけて美味しいんかな。ポテトもあるって本当？あったっけ。私もうカレーいつも食べるからさ。でもなんかなんて言うんだ、なんて言うんだあれ、もう無限に行きたくなる、あのなんて言うんだあれ、揚げパスタみたいなやつあるよね。なんかないっけラブメニューはあまり重くないもので、どうでしょうか。揚げパスタみたいな、なんかあのポップコーンのポップコーンの容器、いやポップコーンの容器なんて言ったらいいの、
ちょっと調べてみよう。これ、おすすめ商品フリフリスナック、自家製揚げパスタや、ん？揚げパスタじゃ。おお、合ってた。こんなの、これ美味しいんですよ。しかもなんかね、フレーバーがね何種類かあって、袋に入れてシャカシャカするんです。そう、見える範囲だとなんかカレーの味のカレー粉とか抹茶塩かなとか、お塩とかコンソメとかなんかいろんな味が選べて、揚げパスタ袋に入れてシャカシャカして味付けるみたいなね。よくポテトとかであるよね、そういうの。髪切った、前髪切った、昨日の夜。これも美味しい、揚げパスタ。これもあの食べれる、無限に OK なやつ。ここだけ切った、ここだ、ここら辺だっけ。こんばんは。コラボ期間中はコラボメニュー以外食べる余裕がない。そうね、魅力的なコラボメニューが本当にすごく、おもうしかないので、やっぱ見てたら全部さ食べたくなるやん。苦しそう。くしゃみ出そうだった、ね、前髪分けるなって。そう、ここだけ切ったらね、ツーウェイ前髪ができるんですよ。ここだけ切ってても上げてもね違和感なくなるんですよ、セットしたらね。前も一回切ったんだけど、たい焼き投げて遊べます、ありがとうございます。嬉しい。そう、メンバーはみんな全部してると思う。前髪伸ばし、でもここら辺はずっと伸ばしてるんですよ。でもここは多分ね、伸ばし前髪伸ばすって言うとるけど、ここは切ると思う。伸びてるようになるからね。いや、全国のスイーパーじゃないんですよ。そう、広島とあの上野の方の店舗、2店舗2店舗なんでございますよ。あ、近いんや。ついでにパンダ上野ズーでね、こんばんは。食べてほしい、飲んでほしい。単に集まりやってるだけの女じゃない。集まり、ね、みんな頑張ってるよね。まあ生きていると頑張ってるというかさ、スイパラコラボのお話です。生きることも大変だなと思う。
頑張れてないと思ってるかも、思うかもだけど頑張ってるだと思う。メンバーは行くのかな。絶対に行きたい。スイパラでバイトすれば行くの恥ずかしくない。確かに。アイスボックスのドリンクも出してくれないかな。あれめっちゃ美味しい。楽しい、ありがとうございます。 BGM もして流れたりするんかな。だと嬉しいよね。でもコラボなんか何回かさ、そのスイパラコラボしてるの行ったことあって、私イコラブさんとか第五人格とか、あのゲームのコラボをスイパラさんがやってる時に、第五人格好きだから行ったりとかしてたけど、なんかモニターが店内にあるんですけど、そのモニターでずっとそのイコラブさんだったら MV とか、そうゲームの画面というか、第五人格もなんかね、あのなんて言ったらいいの、 BGM があったりするから、それが流れてたよ。まあ、あ、そうそうそう、等身大パネルとかあるのかな。ねえ、まだ内装とか全然どんな感じとかは分かんない。楽しみですね。確かに。確かにな。なんかアンケートみたいなの、みたいなのっていうかアンケートを書いて、そう、好きなものとか。コラボメニューとして出したいものとか。そして本日は BLT グラフの発売日でございました。まだ見てないんだけど、私は明日届く？ほっ、あ、タワーありがとうございます。ナッカンさん、アンミチュタワーありがとう。乗せてくれたオフショットも全部素晴らしい。本当？なんかオフショットも載せる媒体で SNS で
あの分けようと思って、ツイッターとインスタ違うものを載せてるんですけど、あとメールも違うものを送るようにしてた。そうそう、ありがとうございます。ありがとう。ワゲイのタワーだったけど、まあいいや。え、そうなの？さっき遅くなったけど BLT おめでとうってコメントがあったけどBLT さんかと思いました。すいません、聞けばよかったですね。ダブルミーニング。BLT さんの方も1万字あるということで、気になるね。ワッショットダイムすぎる、ありがとう。どのワッショットも最高すぎて見たいな、早く。中身がキャスティウォークも聞いたり、写真の表情が、あれ本当に、なんて言ったらいいのかな、映画のシーンでね、教卓の方に座ってあのカセットテープを聴いてるっていうシーンがあって、その再現をしてるんですけれども、その映画のカセットテープはこう、なんて言ったらいいのかな、文通みたいな感じでカセットテープでやり取りしてるみたいなあのものなんですね、その映画の中のカセットテープが。そう、でその再現をしてくださるから、そのカセットテープの中もちゃんとその文通っていうか、そのやり取りというか、まあ、私はさ、やり取りしてないから、私はカセット入れてないから、その言葉を吹き込んでくださっててね、撮影しながらそのいただいた言葉メッセージを聞いてっていう、そう、本当に秋っていうんですけど、その世界の中心で愛を叫ぶ あのヒロインがアキちゃんの気持ちになりました。 BLT の飯田さんっていう方が吹き込んでくださって、そう飯田さんが作太郎だったね。すごいですよね。
そう。長澤まさみさんなんですけどね、秋役、秋の疑似体験をさせていただきました。そういうシーンがね、そういうシーンっていうか、そういう撮影がたくさんあって、あ、この背景ここのシーンじゃとか、このポーズ、この写真はここだみたいな、面白いと思う。多分映画を見た方も見たことない方も面白い。読んでから見るもいいし、見てから読むもいいと思うんですけど、絶対映画見た方がいいやつやな。いやーね、いやー面白かったよ。私はその撮影の前日に、あの今回は香川県で撮影をするんですけど、この映画のロケ地巡りをする予定でございますみたいな連絡をいただいて、マネージャーさんからで、まあ、見とった方がさ、場所も分かりやすいけさ、あのお時間あったら見てくださいぐらいの感じで言っていただいて、そう前日に見たんや。じゃけん多分ね、ネットフリックスとか入っとる方はね、ネットフリックスで見た気がする。私違ったっけな、うん、ネットフリックスにあるよ。私めっちゃ面白い。サザエさんみたいな感じで、ごめんごめん、一言一句一緒のことは言ってないです。読んでから映画見ようかなって思って、ああ、読んでから映画見てもう一回読んでね、初めてだったから、そういう撮影の仕方が楽しかったな。こういう撮影の仕方も、笑ってたのはそれを聞いてたから。そうそうそう。でもすごくなんか嬉しいお言葉をそのカセットテープに吹き込んでいただいて、ね、聞きながら泣いてしまったんですよ。嬉しかった。うんうん。どっちでもいいと思う。見てから読むもいいし、読んでから見るもいいけど、読んでからその PAT さん届いて読んで映画見て、もう一回見たら一回目とは違うさ、見方ができるというか、一回目はただ純粋に楽しんで、二回目映画見た後に見たら、みたいになるかも。でもどっちでもいいと思う。そのテープもらったの？そう、いただきました。なんかね、いろいろ言いたいけど、そのまあいっか、そんなにあれだね、
あのネタバレじゃないと思うので、あのカセットテープをね、あの靴箱に入れて、あの交換したりするんですけど、交換っていうか靴箱に入れて渡したりするんですけど、その靴箱に入ってるみたいな撮影もして、そうで、その撮影をさせてくださった学校がなんかね、扉がついてるロッカーで、でしかも1から順に番号がいっぱい書いてあるんですよ。自分の番号があるロッカーというか、こうパカッて開く感じのロッカーで、で BLT さんは22番のロッカーをわざわざ選んでくださってて、私が言うより先に、優しいですよね。そんなそこまでこだわっていますか、みたいな。いや、日焼けしたよね、わかる。嬉しかったですね。まあ、お歳暮、まあ、ねえ、またね、いろんなメンバーが撮影してるので楽しみですね。来月号も楽しみですけど、今日発売されましたビューティーグラフボリューム90もぜひ見ていただけると喜びます。いや、聖地巡りって楽しいなと思った。うん、なんかね、 MV をさ撮らせてもらってさ、その MV の地に行こうみたいな、なんかね、ロケだったりとか番組のねとか、プライベートで、ね、風を待つの道行ったりとか、なんか自分たちの聖地巡礼したことあったけど、やっぱ楽しいですよね。自分たちの場所に行ったらさ、なんか、あ、懐かしい、ここでこれしたなみたいな、あの記憶だけど、そのね、見てたところに行くってなったらさ、自分のところじゃなくて、そう、なんか、うわ、映ってたここだみたいな、違う感情でしたね。そりゃそうだけど、学校とか普通に入れるものなんだろうか。学校はね、無理だと思います。でも、あのブランコとか、そう、防波堤とか、あの写真館の前とかはいけるな。
ぜひ行ってみてください。じゃけんあれよね、ツアーでさ、研究生のツアーとか香川ね行く方がおったら、それと同時にさ、この聖地巡りもできるよね。またね。秩父ヶ浜いいね。怒ってないよ。道がそこら辺巡ってくれれば、そこが聖地になるってよく考えたら地域活性化がすごいし、本当おすすめのお店とかね、また見つけたらおすすめします。インタビューはいろいろ話しましたね。じゃあそのフェイタも見に来てくださったりしたので、その再演ってどういう気持ちなのかみたいなとか、そういろんなことを聞いてくださった。6周年迎えましたの話とか、気軽に聖地巡りできるのがシェイクシャックしかない。私よりには気軽じゃないからいいわね。なんでこのコンセプトと未知の組み合わせになったの気になる。多分私が長澤まさみさん好きっていうのと、まあ、瀬戸内が聖地となっているその映画っていうのと好きなんじゃないかな、セカチューを。息をする心の屋上はね、行けないんですよね。恋愛の物語。そうそうそう。瀬戸内いっぱいあるよね絶対聖地。ビューティーあいあい傘の文字がうますぎて受けました。本当本当はさ、ハートのさ傘にさ線書いたらさ、なんかあんま良くないみたいなさ、あれとか諸説あるけどさ、映画通りに書きました。あきちゃんはその自分の名前を右に書いてたので、私も右に見つけって書いて、左はどうしようって、そうなん
どうしようってなったんですけど、誰を横に書いてるんだと思って拡大したら笑顔になる。やったね。誰にもおめでとう言われずに終わる誕生日。よし、みんなで言いましょう。ゆきさん、お誕生日おめでとう。おめでとうございます。いやいやいや、キミさんおるかな。それでは壇上を読みます。13位キミさん、12位キョンシーさん、11位フーさん、11位ノラゴさん、9位エムケンさん、8位ツボユウスケさん、7位ヤダヤダヤダさん、6位 N さん、5位ナイスツーネキさん、4位ブルーさん、3位 Q さん、2位ヤスくんさん、そして1位はドルルンチちゃん、ナッカンさんでした。ありがとうございます。そして曲もラッキーナンバー22位はドルルンチちゃん、ルカさんでした。ありがとう。 Thank you。ビューティーグラフ和芸など